なたの兄様、ゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。本日はとある日の一日に密着してきました。まずは新年ということで、周りの方のご挨拶をしに念願の品を選びに行ってきました。ただいま帰りました。ずっとね、いい子にしてた。すごい。持ち物をチェック。まず一つ目、帽子。かわいいクマちゃんのセラピケのシカシカ水筒。これはね、スタバのね、やつなんですけど、かわいくない？乳瓶。これはプラスチックのやつ。持ち運び用には軽いプラスチックがいいって聞いたので、これです。これはね、おむつを替えるときに下に引くやつです。濡れたりしてもすぐ拭けるような感じです。これがあったらどこでもおむつ替えられる。どこでもっていうわけじゃないけど。次にこれ、じゃん、おばんじゅうさん、おむつ。おむつがね、3枚ぐらい入ってて、ガーゼと、あとはお尻拭き。こうやってセットしておけば、すぐに出かけるときにね、いちいちこれを詰め替えなくていいので、今回はおむつ替えてないので、このまま戻します。はい、これはね、私のもの。この中に充電器、ハンドクリーム、リファのヘアブラシ、ハートで超可愛いの。そしてあとはポーチ。このポーチに、カービィの、あや、起きちゃった？すいません、あと財布。ごめんごめん。ということで、リップの紹介はまた、まあ、リップが大量に入ってるって感じです。なんかいろんなさ、ミルクケースがあったりとかするんですけど、この紙だと自分で量入れて、これ切り取りがあるんですよ。切り取りで切って入れられるので、持ち運びが超便利。早速、じゃあこれでせっかくなので作っていきたいと思います。よいしょ。120。熱いので冷やします。はい、お待たせ。ねえ、このクッション可愛くない？アポロチョコの一番くじで当たるっていう。また爪伸びた。ちょっと爪切っていい？やだ。して、爪見して、ナオタン見して。見してくれない。やだか。今使ってるのはこのね、アンパンマンのネピアの元気ってやつです。もう本当にファンの方がくださって、助かってます。よいしょ。よいしょ。じゃん。よいしょよいしょよいしょ。はい、綺麗になりましたよ。すっきりだね。ミニーちゃん、いやマジでやばい。何がミニーだよ。キティです。はい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 。もうね、バタバタしてるとさ、もう自分のご飯もさ全然食べれてなかったりするので、今日も私スタバのほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテしかね、口に入れてないんですよ。はい、ということで夜ご飯を食べます。納豆と卵と豚肉キムチです。でもちょっとベビーがぐずってるので、よいしょよいしょよいしょ、抱っこしながら食べます。よいしょよいしょ、こぼさないように気をつけるね。こういうのもコーヒーもね、危ないから。よし、はい、いただきます。うん、おいしい。うん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 、おいしいね。うん、一緒に食べようね。ってなると両手が塞がって食べれない。ね。行儀悪くてすいません。
はい、ということで、ナータンも食事を終え、私も食事を終えました。一緒にごちそうさましようぜ。女の子は綺麗にしないとね。せーの、ごちそうさまでした。はい、ということで、グズグズタイムに始まりましたので、こういう時はもう必死に抱っこしかありませんね、お嬢。お願いますそう、めっちゃモテたい。お願いますそう、めっちゃモテたい。はい、ということで、何回目の怪しが終わったかわかんないんですけど、今違う部屋でベビーが寝たので、ご飯いただきます。同じメニューなんですけど、今日もね、豚キムチ丼を作ったので大好き。これちょっと自分の時間をね取れたので、 YouTube をゆっくり見ながら、ゆっくりでもできないんですけど、食べてお風呂入りたいと思います。あなた何様？ゆり子様。本日もポチッとありがとうございます。ということで、本日の動画は初めての沐浴ということで。お風呂出ました。みんなのシー、ドフラボン。Thank you.
見たい。現在2時半。全然寝ない。ミルクもあげたり、キップさせたり、置いてみたらいいんじゃないかって言われて置いてみてもなくし、もう何がしたいの、何を求めてるの。こんなにもやってるよ、何求めてんの。もう言ってくれたらやるよ、頑張るから。はあ、疲れた。さすがに4時間はきついって。夜中の3時です。まだベビーが寝ないんですけど、もう体がしんどくて限界なので、ちょっと寝たいと思います。ベビーの様子はこんな感じです。まあ特にギャン泣きしてる様子はないんですけど、ちょっともう限界なので一回ベッド行って様子見たいと思います。まだギャン泣きしたら起きます。では、なに、どうしたの、眠れないの。今はちょっと動画だと暗くて見えないんですけど、今抱っこして、はあ、もうため息ついちゃった。なんで寝ないの。体がすごいだらくなってきちゃって、背中のあたりがすごいしんどくて、すごいイライラしてしまって、このイライラをどこにぶつけたらいいのか。ちょっと今娘がうとうとしてきたから、寝かしつけ頑張ります。今深夜の3時半です。ちょっと寝そうなので頑張ります。はい、ということで次の日の朝になりました。今ね11時半なんですけど、今日は母が休みなので、今赤ちゃん見てもらってるという感じです。食べなかったら泣いてるって感じなんですけど、はい、ということで、とある日の一日の動画はこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。あー、いやー、しんどかったね、一日密着。今日ということで、今日は予定があるので化粧をして行きたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローも忘れなく。